デカキン TV レディゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 、イエ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 イ。ということで、今年1年をですね、デカキンも振り返ってみたいと思います。今年1年は3月に2チャンネルでヒカキンの足を現るということで話題になって、でそっからもうわけがわかんない感じですよね。ニコ生に無断転載されて、で一時期ニコ生のランキングに、もう総合ランキングに僕がバーって占められてて、だけどそれ1週間で飽きられて僕がいなくなるっていうことがあったんですけど、でもその後もなんとか YouTube の方ではみんな応援してくれる人がたくさんいらっしゃって、今でもニコ生の人もね、未だに見てくれて応援してくれてる人もいて、でそうですね、大物 YouTuber の方ともたくさんコラボさせていただいたりとかして本当にありがたいですね。まあいつもあれなんですよ、本当に明日終わると思って、YouTube をやっていて、だから今ここまで続けられてるのが本当に変な感じなんですけど、そうですね、来年もまあできる限り、まあ僕のスタンスはまあ明日終わるんだろうなと思いながらやるのであれなんですけど、できる限り、毎日なんか笑顔を届けられるように頑張れればなと思いますので、まあちょっとでいいのたまに、応援の方よろしくお願いします。なんかね、気楽に見れる動画をもっともっとたくさん作っていければなと思ってますので、バイ。何してんだよ。話全然入ってこないわ。確かに気になりますもんね、その4文字がね。そう、実はですね、今日 UM で撮影をさせてもらってます。別に入ったわけではないです。 UM の方々がお優しくて一緒にコラボ撮影をさせていただけることになりまして、そのコラボ撮影をさせてくれたやつがこちら。ブッシュパンポンシコーン、水たまりボンド。僕らとしてもめっちゃ嬉しいっすよ。本当にありがとうね。水溜りボンドくんの動画ではなんと3人でね、はい、とんでもないものを作れちゃったんだよね。はい、それも近々多分出ると思うので、はい、ぜひそちらも見てください。はい、よろしくお願いします。モノマネ一通りもやる？やってほしいですね。僕からですね、ここはあんまり僕ら言えないですけど、これ葉っぱがね結構綺麗なんですよ。これがいい葉っぱ使ってますよね。 Today's デカキンズポイント。90なんですか？下げようか。90でいいんすか？ダメだな、いつものデカキンらしさでな。UMさんのほら葉っぱがね、これ作られた葉っぱなんだけどすごい綺麗なんですよ。ほんとすごい綺麗。 Today's デカキンズポイント。5だと分かりにくいけど、レマン編中とかあるんだけどな。そうだな。 Today's デカキンズポイント。13点ですね。13点ぐらいです。これ来れる次？いや来れないです。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン。ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人。毎日楽しみにしてます、皆さんからのコメント欄。朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。